すでにだし汁で煮てある鶏肉。なぜ？旦那くんのランチ。まずホイル焼き用の鮭に胡椒を振ります。裏側にも忘れずに。では並べていきますよ。玉ねぎスライスをのっけます。冒頭にお見せしたすでに煮てある鶏肉なんですが、実は昨日の夜私が仕事帰りにお弁当買ってくるねって言ったものの、仕事が伸びてしまいまして、焦ってお弁当を買って帰ってきたら、旦那くんは待ちきれずに親子丼を作っている途中でして、今冷凍のしめじをのっけてます。で、その親子丼ちょっと待ってと途中で作るのをやめてもらって、私の買ってきたお弁当を食べたという、昨日の夜の志半ばの鶏肉が冒頭のあれですね。バターのっけます。手軽だからつい切れてるやつを使っちゃうのよね。醤油をかけてホイルで包みます。ほんといつも丁寧だよね。オーブントースターをちょい余熱。はい、いってらっしゃい。さあ、昨日からずっと出汁に浸り続けてきた鶏肉、いよいよ親子丼になるのだ。醤油入れます。卵は味を吸っちゃうからね、少し濃いめに味付けです。あ、また手がかぶって見えないという。これで蓋してしばし待つ。完成。旦那くんのランチ、鮭のホイル焼きと親子丼の小一人前を半分こしたからね。それと市販のおからを添えて。ごちそうさまでした。そういえば映像にずっとプチトマトが映っていたけど、あれは今日は関係なかったらしい。